僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、手を取りそして話した未来のために、夢が一つ叶うたび、僕は君を思うだろう、強くなりたいと願い泣いた決意を穴向けに。どうも皆さん、こんにちは。タートスです。はい。最近ですね、やっと、鬼滅の刃、無限列車、映画見てきました。ってことでね、ホムラ、めっちゃいい曲ですね。すごく映画感動しました。皆さん見ましたかね？はい。めちゃくちゃ、こう、刺激を受けた今日この頃でございました。ということで、まぁ、ちょっと歌っちゃったんですけど、割とちょっと間違ってたかもしれませんが、割と気持ちよく歌いました。ってことでね、本日はですね、まあ、秋に似合うクワガタではないんですけど、やっと、あいつらが成虫になりました。今日は成虫の掘り出しをやっていきたいと思います。ぜひ皆さんと一緒に感動を共有できればと思います。ではでは、やっていく！ちょっとね、いろいろぐちゃぐちゃしてるんですけど、ここの中に入っている、このボトルですね、ちょっと持ってきましょう。今日は、ババ黄金鬼クワガタでございます。やっと成虫になったっぽい気がします。ここに洋室があるんですが、こちらをね、まあ、掘り出ししますね。で、これオスかなって思いました。羽化してると思います。でも、菌糸は劣化してるので、本当に、すぐ取り出してあげたいんですけど、なんか、黄金鬼系じゃなくても、羽化してすぐに、洋室から出してしまうと、ちょっと死亡率が上がってしまう気がします。なので、黄金鬼は交食するまでちょっと時間がかかるので、焦らず、洋室がですね、ボロボロになってなければ、焦らないで出した方がいいかなということで、ちょっと羽化してから時間が経ってましたね。これはいつぐらいかな？羽化してから1ヶ月以上ですね。もう、経ってます。おそらく。あれ、いない？あれ、いない？あ、いたいたいた。いないとか言ってもう出てた。ちょっとね、ボトルも取り出した後にすぐ洗った方が固まらなくていいです。菌糸固まっちゃうとね、後で洗う時とんでもねえんで。あ、メスでした。まあまあそこそこのサイズじゃないか、メス。あ、いって、はい、ほんと痛い、ごめんなさい。乾くと黄金色になるはずですね。黄金鬼系のオスメス判別ってさ、結構難しくて。じゃあ次こっちです。こっちもここにオスだと思いたい。これオスどっちだろう。いた、メスやんけー。やばいな、黄金鬼のメス大量じゃねえかっつう説ですね。いや、贅沢に1100のボトルで育ててしまいましたが、よいしょ。ああ、立派立派。このメスもさっきの子とあんま変わんないぐらいの大きさじゃないでしょうか。はーい。痛いよ、痛いよ、痛いあるよ。ではこっちですね。これオスだと思いたいんだよね。これ洋室がここにあるんですけど、ボトルを逆さまにする理由の一つとしては、水分が下に溜まってしまって、羽化不全を起こしたりとか、幼虫がやっぱ不全を起こしやすいっていうのが理由で、そこの方にぺったりと洋室を作ってる場合は、ひっくり返すことにしております。お、いった。あ、あ、これはオスじゃないか。出たー、出たー、やったー、念願の。興奮冷めやらぬ。冷めやらまぬ冷めやらぬ冷めやまぬサベシマさん鮫島さんってだ。にゃー、出てきたー。どーん、黄金鬼ですよ、ババ黄金鬼クワガタ。最高じゃない。ちょっとごめんなさいね、菌糸まみれだけど、サイズはそんなに大きくないですね。うん、耐えたそう。黄金鬼を大きく育てる技術がないみたいですけど、まあでも良かったです。あー、いいね。めっちゃかっこいいわ。もっと顎の形がね、
大きく出てくればいいんでしょうけどね。60ミリでございます。ぴったし60ぐらいかな、もしかしたらもうちょっとちっちゃいかもしれないけど、60ミリでございます。これ70出してみたいな。次はこちらでございます。これはもう菌糸がドロドロです。溶質も壊されてるので動き回ってますね。あ、いる。メス？メスかな？あ、メスだ。出てきました。メスやん。メスでしたん。まあ、そう、みんな同じぐらいの大きさだね。よいしょ。じゃあお次はこっちです。ここに溶質あります。メスかオスか開けるまでちょっとわからない。本当はオスが欲しい。オスであって欲しい。小さくてもやっぱり。オスが欲しい。できればね、ババは今後もずっと類代していきたいなって思ってます。やっぱね、好きなんですよね。なんだかんだ言ってね、思うに好きです。メス？どっち？メス？メス？メス？お尻が見えたけど、メス？メス？メス？オス？どっち？あー、どっちかわかんない。ちょっと行きます。あ、オスだ。やった、ちっちゃいよ。ちっちゃいけどオスでした。やったぜ。あー、これさっきの子より小ぶりだ。でもサイズは測りたい。はい、56.3mm でした。あ、やべ。56.3mm。やったわ、2オス目。で、怪しいの行きたいんですけど、これね、触根見えないの。これも触根見えなくて、5月26日に交換して、もう菌糸が劣化して縮んでて、おそらく幼虫というか、お亡くなりになってる可能性が非常に高いんです、この菌糸。まあ、わかんないですからね。でも、触根出てないから、これ溶けてる可能性が大いにある。幼虫で落ちちゃうのもいっぱいいるので、多分ね、いないというか溶けちゃったんでしょうね、菌糸に入れて。でも、書類で入れたわけじゃなかったんですよ。特に。特に書類で入れたとかではないんですけど、やっぱ途中で何らかが原因で菌糸に巻かれるのか、幼虫自体が弱くてお亡くなりになっちゃう個体もいるので、これはもうダメだね。食根が全くないです。数ヶ月もね、この瓶に入れて食根が出ないのはよっぽどですね。いない、残念。でもう一匹です。これも食根がないんです。あ、これ食根ではないんですけど、ちょっとお亡くなりになってるだろうと思いますので出していきます。もしいたら超ラッキーだね。あー、いないね。でもね、初霊投入じゃなかったと思うんです。禁止ボトルをもう交換してたと思うので、それか初霊で入れたのかな、私ちょっと定かじゃないんですけど、多分初霊で入れた記憶はないので。まあでも食べてないしね。いない。あー、いなかった。超残念。あ、うん、あ、あ、こういうの変える。はい、ってことで今日は3メスの2オスでした。ババオゴーに掘り出していきましたが、オスこんな感じ、2オスでした。で、メスが3メスなんですが、実はメスはもうあと2匹ぐらいかな。羽化最初にだいぶ早い段階でしてたやつが今交食しているんで、この子たちが交食したらブリードしたいなと思います。なので5メス今いますね、現状。あと、まだ羽化してないのが2、3匹いたので、それがオスかメスかどっちかっていうことなんですけど、でもメスも一番大きい子、キンキラキンになってきました。
メス。かっこよす。少しね、乾燥、羽とかが乾燥してくるとキンキラキンになります。はい、キンキラでございます。オスもこれが一番大きかった60ミリですね、現状。何このポーズ。あー、もっとオスが撮りたかった。まだわからないので早く浮かしてほしいものでございます。ブリード個体に関しては、ぽっくり突然死することって少ない気はするんですけど、そうも言ってらんないので、思うにそんなに値が安いものでもないのでね、早く次世代につないでいきたいなと思います。はい。よし！頑張るぞ！ってことで次は、できれば70ミリはいけないとしても65ミリぐらいを狙っていきたいかなと、徐々にね、レベルアップしていきたいなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画で。